日野市の大坪市長は今日、就任後初の会見を開き、小金井市、国分寺市との可燃ごみ共同処理計画について、前に進めるべきという感触を得ていると語りました。日野市は小金井市と国分寺市からの要請を受け、現在の焼却施設を建て替え、3市で可燃ごみを共同処理する計画を進めていて、反発する地元住民への説明会を続けています。先月就任した大坪市長は会見で、焼却施設周辺の3つの自治会の説明会に初めて出席したことを明らかにしました。白紙撤回するとかやめるとか中断するということではなくて、前に進めるべきだという感触は得てますので、その感触に基づいて全市的な説明会が必要かなと考えているところでございます。大坪市長は厳しい意見もあり、すべての自治会から理解を得られてはいないとしながらも、計画を前向きに進める考えを示しました。これまで地元だけで行われていた説明会を近く全市的に開く予定で、地元の説明会には市民からの要望を受け、小金井市、国分寺市の市長も参加してもらうということです。